はい、というわけでございまして、日をまたいでしまいましたけれども、タイタンの幼女、続きでございます。はい、アンクとボアズはですね、ラムファードの言う通り宇宙船に乗ります。火星にね、ラムファードがやってきたと。で、宇宙船に乗れと言われるわけです。で、とりあえずもうね、言われるがままに宇宙船に乗ります。そして宇宙船で向かった先というのが彗星なんですね。もうこれは最初にラムファードがですね、予言していた通りですよね。もうだからラムファードの言う通りにことは進んでいきます。で、ここでちょっとですね、火星と地球の戦争について、お話ししたいと思いますけれども、火星とね、地球は戦争します。はい、これ、地球時間で言いますところの67日間戦争が続きましてですね、地球上のあらゆる国が攻撃されます。結果どうなったのか。火星側が全員死亡そんな大差ある？ありますよね、たまに大阪のね、高校野球のね、地方の予選の大阪府の大会の1回戦とかで大阪桐蔭対どこどこみたいな時にたまに40何対0とかでありますけども、そういうようなボコボコにされた試合って感じですよね。でもこれもですね、ラムファードの最初からの意図通りに、火星がボロ負けするという形になるんですね。で話を、アンクとボアズに戻します。彗星にね、ついたアンクとボアズなんですけども、彗星にはとある生物がいます。これがですね、ハーモニウムという生物、生き物なんですね。洞窟に住んでおりまして、半透明で歌を食べています。ファンタジー、歌を食べる、素敵ですよね。こういうところが SF なんですけれども、で彗星でアンクとボアズはですね、意外にも3年という長い間を過ごします。そして彗星にいる間はですね、ボアズとアンクは別々で行動しております。はい、なぜか。それはですね、ちょっとある言い争いをしたんですね。ある日ボアズがですね、宇宙船内にハーモニウムを連れてきて、可愛いだろこいつという言い出してたわけですよね。で、アンクはですね、ボアズに飛びかかって殺そうとしますそんなに怒らんでやろうと思うんですけども、要はですね、とてもこう自分に懐いてくれるハーモニウムに対してボアズはちょっとこう母性本能というかね、あ、こんな自分を頼りにしてくれる生き物がいるんだということで、非常にハーモニウムにこう、ね、愛情が湧くわけですね。でアンクは何を言ってるんだバカ野郎ということで飛びかかるんですけれども、で、それから別行動します。で、そんな困難をしている時にですね、宇宙船をひっくり返せば宇宙船が動くということをですね、ハーモニウムに教えてもらい、なんとか彗星を脱出することになります。なるんですけれども、ボアズはなんと彗星に残ると言い出します。はい、で、その時にですね、ボアズは、俺は何も悪いことをしないでいいことのできる場所を見つけたっていうんですね。そうなんですね、ボアズはちょっとね、火星では悪いことができるというか、ちょっと上の立場にいたので、人に苦痛を与える機会、スイッチというものを持っていたんですね。なので自分が悪いことをしている、自分が人にこう苦痛を与える立場にいたということをちょっとやっぱ後ろめたく思っていたんでしょうね。でそこに来て彗星で、自分のことをすごく頼りにしてくれる、懐いてくれる生き物、ハーモニウムというの出会いがあって、ここでずっと過ごしたいなというふうに思ったのかもわからないですね。でアンクは地球に戻ってきます。はい、なんと年は43歳になっております。はい、彼はですね、妻の B、息子のクロノ、それから親友のストーニーと再会することを願っておりました。はい、アンクの宇宙船はですね、レッドワインという牧師のいる教会の近くに降り立ちます。このレッドワインというのは何者かと言いますとですね、ラムファードが地球で新しく始めた宗教の、宗教みたいなものがありまして、その教えを守っている宣教師なんですね。でこの宗教ではですね、マラカイと呼ばれる人形がございます。はい、これをもう意味嫌ってるわけですよね。でこのマラカイという人形はですね、首をつった状態でこう吊るして置いておく状態というのが正しい状態だというされているんですね。でもうレッドワインのですね、教会員の家庭とかですね、職場などではです、必ずその首を吊った状態のマラカイの人形が飾られていたんですね。
で、ラムファードの予言によりますとですね、くたびれた宇宙のさすらい人は素っ裸であると。で、そうなんです、素っ裸です。というのは水星でもほとんど素っ裸で、生活していた、アンクはですね、素っ裸で、ね、その地球に降り立った時、まあ、素っ裸でいるわけですよ。で、レッドワインはそれを見つけるなりね、こいつだと思うわけですね。で、レッドワインはですね、アンクをまあいろいろあってですね、なぜか消防車でですね、ニューポートへ運びます。なぜニューポートか。ニューポートにはですね、まあ言ったら教祖でありますラムファードがいるからなんです。ラムファードはですね、家の周りに火星人の生き残りを住まわせたりしています。はい。で、その中にはあの B も黒野もいるんです。で、 B はですね、マラカイ人形を売る、まあ売店で働いているんですね。で、彼女にはですね、敵や的なケバケバしさがあったという。日本と同じなんですかね、まあ、こういうこと言ったらあれかもしれないですけど、まあ、なんかね、そういう、敵や的なお仕事をされている方ってなぜかちょっと派手な方とかね、ちょっとヤンキーチックな方が多かったりしますけれどもね。で、黒野はどういうふうになっていたかというと、非行少年になっていました。で、ここでですね、実体化したラムファードとですね、アンクとマラカイが再会します。そして B と黒野も再会します。でも非常によそよそしい感じです。こんにちは、ああこんにちはみたいな感じなんですね。で、ラムハードはですね、木の上からこう言います。コンスタント君、あと数分で君はあの階段と吊り橋を通って、あの長い金色のはしごに向かい、あのはしごを登り、あの宇宙船の中に入り、そしてタイタンへと飛行することになる。また予言するわけですね。で、ここでですね、マラカイはあることを思い出すんですね。あ、そうだと。俺には友達がいたんだっていうんですね。するとラムファードがですね、その名はストーニー・スティーブンソン。友達はその一人だけかね。あ、その一人だけだ。そうか。君は火星で執行人を務めた死刑のことを覚えてるか。あ、なんとなく。あの時君が考察した相手、それがストーニーだっていうんですね。なぜ思い出させるのかということなんですね。さらにラムファードは B のことも話します。昔々彼女が火星への旅をしている途中で、マラカイ・コンスタントは力ずくで彼女を犯し、そして彼女はこの息子を産んだ。それより前には彼女は私の妻であり、この邸宅の女主だったんだというわけですね。そしてマラカイ、ビアトリス、クロノの3人はですね、もうラムファードの言われるがままに、船内に入り、そしてタイタンへと向かいます。で、ここでもうちょっとしたこうボネガットの、まあ、ボケというかですね、笑いが入るんですけども、その宇宙船内にファーッと入るとですね、その宇宙船内のベッドとかはもう寝室とか荒れ放題なんですね。ブラジャーとかがあって、何これって、こう乱行パーティーでよく使われていたと。そんな記述いらないのにわざわざこういうこと書くんですね。で、もうなんかそのブラジャーをね、ポイッとね捨てたりとかっていうくだりがありましてですね、マラカイ、ビアトリス、クロノの3人はですね、タイタンへと向かうわけでございます。土星はですね、9つの9個も月を持っておりまして、その最大のものがタイタンでございます。はい。で、タイタンはですね、太陽系唯一の大気を備えた月であるということなんですね。で、タイタンではですね、地球よりもはるかに高度な文明を持った生物がいました。名前はサロと言います。ちょいちょいね、ここまでサロっていう人物について出てくるんですけども、あまりちゃんと名称されなかったんですけど、ようやくここでわかるんです。ラムファードの友達だということぐらいしか分かってなかったこのサロ、お、やっとここでちゃんと出てきます。はい。サロはですね、ショーマゼラン雲にあるですね、別の島宇宙からやってきた。もう違う宇宙から来たということなんですね。身長は4フィート半、これね、1フィートだいたい30センチぐらいなので、120センチぐらいだということですね。皮膚はみかんのような色つや、ちょっと気持ち悪いですね。腕がない。足は細3本。細3本、鹿のようなね、細3本で、目が3つ、怖いですね、気持ちが悪い。で、サロはですね、トラルファマドール星人でございます。もう一回言います、トラルファマドール星人。はい。で、サロはですね、宇宙船のダッシュボードから地球をよく観測していたんですね。で、なのでですね、地球上に
トラルファマドール製からメッセージがよく送られていたんですけれども、それはまあね、脳内でピピって更新するとかではなくてですね、地球上に、地球をずっと観察してるからサロはね、地球上に何か変化があると、それが実はトラル、ファマドール製からのメッセージだったりするわけです。例えばその一部が残っているのはイギリスのストーンヘンジ、あれね、人間がやったように思ったでしょ、違いますよ、あれ実はですね、トラルファマドール星人がメッセージをね、サロに送るために人間たちに、地球人たちに作らしたものです、はい、ストーンヘンジもそうでございます。ここには出てないですけど、ナスカの地上絵もそうなのかな、うん、ね、よく不思議だな、未だに謎みたいなのあるじゃないですか。ピラミッドは当時の人が作った人はなんか高度な技術がいるんですけども、ね、ああいうのももう全部トラルファマドール星人がやっております。残念でした、地球人の皆さん、全部そうですよ、万里の長城だったそうですね。そういうふうに書かれておりますから、サロはですね、トラルファマドールからですね、あるメッセージを持ち運んでいたんです。これは絶対見られてはいけないんです。これを持ち運んでいたんですね。それがサロの使命だったで言われてるわけですよね、上の人間からね、いかなる事情があっても途中で開くな、そのメッセージはって言われていたんです。で、サロとラムファードはですね、もう友達だったんです、親友だったんですけれども、サロの種族がですね、こんなに地球の歴史を狂わせたことをラムファードに知られたらって死ぬほど心配していたわけです、サロはね。だからね、トラルファマドール星人はもう地球を面白いように使っていたわけですよ、利用していたわけですよ。そのことをもし地球人であるラムファードに知られたら絶対嫌われる。なんかこういうのってあるでしょ、こうなんかこううまい例えが出てこないですけども、僕の本当の正体を知ったらきっと嫌われるみたいなね、だから黙っておこうみたいなね、ことなんですね。で、なんとトラルファマドール星人というのはですね、全員機械でできております。生身のというか生物じゃないんですね、機械なんですよ。で、第1号の機械がいかに出現したかは誰もはっきりと知らないっていうんですね。これ卵が先か鶏が先かみたいな話で、機械の第1号がなければ機械作られなかったじゃないか、1号は誰が作ったんだ、1号を作った機械があるんですよ、じゃあその機械を作ったのは誰なんだ、もう分からない。でもね、人間だってそうじゃないですかね、何だってそうじゃないですか、最初の発端って何なのっていうね、まあそういうような、感じなんですね。で、サロとラムファードはですね、再会いたします。ラムファードは怒っています。友達ごっこはもうよそうっていうわけですよ。でもね、サロはね、ラムファードのことをスキップって呼ぶわけですよ。幼少の頃の名前なんですね、呼び名、あだ名、スキップって、スキップって呼ぶな、お前は気持ち悪い、機械のくせに、みたいなことをね、言われたりするわけです。いや、ちょっと待ってよ。私は君に、UWTB、ね、そうなろうとする万有意志の半分をあげたじゃないか、って言うわけです。確かにそうかもしれない。しかし君は最近、私に何をしてくれた？え？君はただじっと座って、膝の上に落っこちてくるのを待っていればよかったんだ。何を？君の宇宙船の交換部品さ。コンスタントの息子がそれを持っているよ。ラムファードはですね、トラルファマドール星が地球を干渉しめちゃくちゃにしている、そしてラムファード自身も利用しているんだと知るわけですよね。でもう激怒しているわけです。それでこの機械目が、お前は機械だ、機械機械、むちゃくちゃは機械というわけですね。これ侮辱なんですよね、人間のような心がないだろお前なんて機械なんだからというふうに、ね、侮辱する、侮蔑するわけでございます。はい、そしてですね、この犬と私が宇宙空間に吹っ飛ぶ前に君が運んでいるメッセージの内容を知りたいんだ。それはダメだ、まあ、そういうやり取りをするわけですね。で、完全に実体化したタイタンではですね、完全に実体化した、ずっと実体化しているラムハードね、がいまして、でそこにですね、ビアトリスとコンスタントとクロノはやってきます。そしてこれまであらゆる地球人がやったことは15万年光年向こうの惑星に住むトラルファマドール星人によって歪められていたこと、そしてその理由はタイタンに不時着したですね、トラルファマドール星人のところへ我々に交換部品を届けさせる目的で我々を操ったのだというんです。そうなんです、皆さん、地球が存在してですね、いろんなね、いざこざがあったりだとか幸せなことがあったりだとか、そういうことって全部トラルファマドール星人がですね、宇宙船の交換部品を届けてもらうがためにやっていたことなんです。うっそ、しょうもな、
そうなんです、この物語のオチ非常にしょうもないんです。そんなことのために生きてるの、そんなことのためにこんだけ我々はいろいろね右往左往していたのっていうようなお話なんですね、そしてその部品とは、そう、クロノが持ってるあのお守りですよね、幸運のお守りのことなんです、そしてですね、役目が終わったので鑑賞も終わるだろうと、ね、ずっとトラルファマドール星人は地球を鑑賞していたんですけども、それも終わるだろうというんですね。そしてその後ですね、ラムハドとその愛犬の姿を見た者はいない。そうなんですね、もうラムハドは実体化することがこれ以降ありませんでした。はい、でですね、サロが持っていたメッセージの内容、ここで明らかにされます。それは黒い点一つ、あれだけひた隠しにしていたサロのメッセージ、何、黒い点ポン一つ、おいおいおい嘘だろうと、ちなみにこれはトラルファマドール星語に訳すとよろしくという意味でございます。はい、サロはそれを伝えた後自らを分解して自殺します。物語はここでエピローグに入ります。はい、マラカイ・コンスタントはタイタンで余生を送り老人となり、74歳で亡くなります。そしてビアトリスも全く一緒、もう24時間と経たない間にですね、亡くなる、一緒に亡くなるんですけれども、2人とも74歳で亡くなります。はい、さてここでですね、タイトルでもある3人のサイレンね、これ現代で言いますとタイタンの幼女と言いますけども、現代はですねサイレン・オブ・タイタンというんですね、この3人のサイレンの意味、ね、タイトルにまでなる意味ですから、どういう意義があるのかというとですね、実は3人の絶世の美女は今の彼にはかつてセックスが彼を悩ました時期があったということを思い出させる以外に大して意味を持たなかった。僕がこのカート・ボネガットが好きなところっていう、結構こういうとこなんですよね。大したことないんだよっていつも言ってるって感じなんですよ。みんな悩んで苦しんでね、自ら命を落とすまで悩んだりしてるけども、よく考えてごらん、この地球上で起きてる事象のほとんどは大したこっちゃないよって言ってるんですよね。それってすごくこう心が楽になるなと思うんですけれども、だから3人の幼女、ね、タイタンの幼女なんていうタイトルをつけて、3人の幼女って一体何だったのか、いやこの3人の絶世の美女が表してたことって、ある時期僕はセックスについてちょっと悩んでいたんだよっていう程度のことですと、ね、でもそれって人類の悩みだったりするわけではないですか、特に男性とかね、コンスタントはですね、死ぬまでの間何をしていたかというと、自分を分解してですね、自殺したサロを組み立ててなんとか蘇生します。はい、そして先ほど言ったようにですね、ビアトリスが亡くなるんですけども、先にで、その24時間以内にコンスタントも亡くなるんですけれども、その亡くなる前にですね、ビアトリスがこういうことを言います。私を利用してくれてありがとうと彼女はコンスタントに言った。たとえ私が利用されたがらなかったにしても、いやどういたしましてとコンスタント。だからこう人生に意味があるのかとか、なんかね、高尚なことを言ったりしますけれども、大したことはないっていうことの一つに、利用してくれてありがとうってすごく悪い言葉のようにも聞こえますけども、そうじゃないんですよね、とても愛がある二人だったということが、まあ特に余生を過ごしている間にわかるんですけれども、でですね、ビアトリスが亡くなった後ですね、コンスタントは非常に寂しいんだよと、右手と左手のようにね、私が右手だったら彼女が左手だったんだということにようやく気づいたというふうに言って、非常に寂しいんだよとサロにこぼします。俺たちはそれだけ長い間かかってやっと気づいたんだよ。人生の目的はどこの誰がそれを操っているにしろ、手近にいて愛されるのを待っている誰かを愛することだと。僕はこれ真理のような気がするんですけどもね、そんなに深く考えずにね、近くにいる誰かを愛して、生きればもうそれが幸せなんじゃないかなというふうに思います。コンスタントも亡くなるんですけれども、死ぬ直前に夢見るようにですね、サロが催眠術をかけます。それがですね、無二の親友ストーニーに会う夢だったんですね。
で、宇宙船から若々しいストーニーがバーッと出てきます。で、宇宙船をね、乗れよっていうわけですよ。乗ってどこに行くんだ。天国さ。天国ってどんなところだい。さあな、わからないけどビアトリスが向こうで待ってるぜっていうわけですね。で、俺たち本当に天国に行けるのか。俺が天国へ行けるのかなっていうわけですね。そして最後の一部になります。俺にその訳を聞くんじゃないぜ相棒とストーニーは言った。だがな、天にいる誰かさんはお前が気に入ってるんだよ。もう鳥肌の立つ最後の一文なんですけども、以上でタイタンの幼女が終了いたしましたけれども、どうですか。 SF で、非常に荒唐無稽な設定で、むちゃくちゃなお話のようでドタバタ劇なんですけれども、そこにはすごく哲学的なテーマがあって、でもそれって大したことないんだよというカート・ボネガットのひょうひょうとした笑顔がそこにはあって、この作品がね、たくさんの人を幸せにきっとしてきたんだろうなというふうに思いますし、読めば読むほど深い作品だなというふうに思います。皆さんもぜひ読んでいただきたいですし、どういう感想を持ったのかというのをね、コメントでまた教えていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、というわけでですね、昨日と今日2日にわたってお送りいたしましたのは、カート・ボネガット・ジュニアのタイタンの幼女でございました。どうもありがとうございました。